Spinner。 おはようございます。澤田隆一です。7月23日火曜日、世界で今起きていること。世界遺産にも指定されているイギリスの歴史ある庭園、ロンドン市民の憩いの場となっていた木々が今危機に瀕しています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。キューガーデンは気候変動の脅威に直面している。イギリス・ロンドンの歴史ある植物園キューガーデンが発表した最新のレポートによると、今世紀末までに同庭園に植えられた1万1000本の樹木のうち半分以上が枯れてしまう恐れがあるようです。原因は気候変動の影響による気温の上昇や乾燥で、キューガーデンではこれに対応するためにすでに温暖な地域の植物を植えるなどの対応を始めているとしています。18世紀に設立されたキューガーデンはロンドン市民の憩いの場であると同時に植物に関する研究で知られており、特に2000年以降は野生植物の絶滅を回避するために世界中の種子を保管するミレニアムシードバンクを設立しています。民泊の狼に有罪判決。アメリカマンハッタンの連邦裁判所は、不動産事業などに絡む詐欺罪でコンラッド・ビチャーに懲役4年3ヶ月の判決を言い渡しました。ビチャーはウルフ・オブ・エア・ビー&ビー、エア・ビーの狼と名乗り、賃貸業を手広く行う一方、プライベートジェットでの旅行の様子などをソーシャルメディアに投稿していました。裁判資料によると、ビチャーはマンハッタンのアパートの賃貸料を支払わないまま立ち退きも拒否し、その物件をエア B&B などで貸し出して収益を得ていました。またアメリカ政府の新型コロナ救済プログラムから56万5000ドル以上を騙し取ったとしています。裁判ではビチャーが仲間に、今から俺は悪者になるとテキストメッセージを送り、犯行に及んでいたことが明らかにされました。デルタ航空はシステム障害に苦戦している。サイバーセキュリティ会社クラウドストライクホールディングスのソフトウェア更新に伴う大規模なシステム障害の影響で、デルタ航空は22日も800便以上のフライトをキャンセルしました。障害は19日に発生し、空港や病院などで広範囲にわたる混乱が生じ、デルタ航空は21日だけで1300便以上を欠航、およそ1600便が遅延しました。デルタ航空以外の航空会社はほぼ復旧していますが、デルタ航空の CEO エド・バスティアンは、著しい数の機能がマイクロソフトの Windows に依存していることが対応に時間がかかっている原因だとし、旅行シーズンの混乱を謝罪しました。フィリピンはオンラインカジノを禁止する。フィリピン大統領のフェルディナンド・マルコス・ジュニアは、国内で運営されている海外ユーザー向けのオンラインカジノを閉鎖することを発表しました。22日にマルコスが行った一般教書演説では、これらのカジノ事業者が金融詐欺やマネーロンダリングから殺人に至るまで様々な犯罪に手を染めていると指摘、年末までの事業停止を目指しています。フィリピン国内ではここ10年でオンラインカジノが盛り上がりを見せてきましたが、ユーザーも事業者も大半を中国系が占めています。ちなみに全く同じように中国マネーが流れ込んでいたカンボジアでは、2019年にオンラインカジノが禁止されています。中国は定年年齢を引き上げる。中国共産党は国の重要政策を決める中央委員会第3回全体会議で、定年の年齢を段階的に引き上げる方針を打ち出しました。高齢化が進み、年金が国家財政を圧迫することを避ける狙いがあります。現在の定年年齢は1950年代に定められたもので、男性は60歳、女性はホワイトカラーの職種は55歳、工場などは50歳と世界で最も低い水準となっています。
政府は引き上げについて具体的な数字は示していませんが、地元メディアは教育や医療など特定の職種で退職を自主的に最大5年間まで遅らせることができるようにする方針と報じています。政府は2029年までに改革を完了するとしています。日本は中国よりもさらに少子高齢化が進んでいます。定年70歳時代に突入したとも指摘されていますが、皆さんはいくつまで働きたいですか？以上、沢田隆一でした。良い一日を。